優勝神宮を管理する橋本忠明調教師です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、注目される一頭として人気の中心となりましたし、で他の人気馬も見ましたけれども、どういう気持ちで送り出しましたか？そうですね、まあ、去年のこの夏場がすごく弱くて夏負けしてしまいまして、まあ、今年もちょっとそこの暑さが気になってたんですけれども、まあ、体力もついてきまして1年経って、でもこの状態ならいけるなと思って、まあ、この時期としては完璧にな仕上がりでレースに臨めましたので、じゃかなり自信を持って送り出されました。はい、そうですね、今日は。はい、でポジションなんですが、すっと2番手に取り付きましたよね。はい、あれは想定していたよりも前だったでしょうか？前でしたね。ああ、そうですか。はい、まあ、外やっぱりここの1007 の、 外枠はちょっと不利かなっていうのもあったので、まあ、行けるところまでは前々で競馬してほしいなと思ってたんですけど、うん、まあ、2番手外っていうのもちょっとあんま思ってなかったですね。うん、道中の雰囲気は見ていてどのように感じていらっしゃいました？うん、まあ、今日下見所からずっと気配が良かったですので、うん、2番手外つけて、まあ、後ろから車にはかわされないだろうなっていうふうに見てましたけども、はい、もうその通り完勝でしたもんね。そうですね、うん、はい、で3馬身差をつけたというのはもう完全にこの駒陣の中でも一つ抜きに出ているような勝ちっぷりに見えましたが、どうですか？うん、1870より1007の方がやっぱ合ってるのかなっていうの、菊花賞の時のパフォーマンスが一番良かったかなっていうふうに思ってたので、はい、まあ、前回も1007でしたし、今回1007で、まあ、兵庫大賞典で1870の時よりは、うん、こう何ですかね、自信あったと言いますか、余裕を持って見れました。そうですね、はい、随分距離はどこを使おうかというところで悩まれてましたよね。そうですね、いやまだ迷ってますけど。そうですか、はい、短距離にまたシフトする可能性だってあるわけですか？ありますね、はい、そうですね。で331には重賞をもちろん勝っていまして、トップグループにいました。で、はい、小馬になってからこの重賞初めて勝ったという喜びはどうでしょうか？はい、まあ、小馬混合になってから、タガノゴールドとやって、うん、で、まあ、2着だったんですけども、でまあ、その後も、平場で火だるま重賞勝ち馬と接戦して勝ってるんで、うん、まあ、そのうちチャンスは来るっていうふうに思ってましたけど。あ、そうですか、はい、まあ、しっかりこう勝ち切りましたし、この後の展望がさらに広がりますよね。あ、そうですね、はい、田中学知事が帰ってきて軽くガッツポーズしました。あの喜びはどのようなものだというふうに調教師から見てました？でまあまあ、やっぱり一緒に厩務員スタッフもそうですけど、田中ジョッキーも私もそうですけども、みんなで戦ってるんで、まあ、みんな同じぐらいの喜びだと思います。うん、今後の目標、一つ言える段階でどういうところを見てますか？いや、まずここ夏場をしのいで、夏場の重賞でっていうのをまず一つクリアできただけで、もう今はちょっと満足なんで、ちょっと先のことはまだオーナーと相談して決めたいと思いますが、まあ、できるのであれば交流重賞とかも視野に入れて、はい、やっていきたいなと思います。はい、何しろ兵庫県生え抜きの馬でここまでの活躍をして、はい、でこの園田をもう世に知らしめるような代表的な馬に育っていってもらいたいと思います。あ、そうですね、ありがとうございます。はい、本当に神宮優勝おめでとうございました。ありがとうございます。